どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルからピーチ航空へのポイントの交換が開始になったということで動画ねやっていきたいというふうに思います。2020年の10月の28日からですね、 ANA マイルから LCC のピーチアビエーションの、ね、ポイントに交換が開始になったということで、実際ねどうなのって思ってる方ねいらっしゃると思いますので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。ではまずですね、交換期間ということで、こちらね今現在発表されているのは期間限定っていうふうになっております。もちろんね期間が延長される可能性もあるんですけども、今現在では期間限定っていうふうになっております。でですね、期間に関しては2020年の10月の28日からですね、2021年の3月31日までっていう風になっております。次に交換レートですね。交換レートに関してはねこんな感じになっておりまして、500マイルが450ピーチポイント、1000マイルが9000ピーチポイント、5000マイルが4500ピーチポイント、1万マイルが9000ピーチポイントということで、お気づきでしょうかね、1マイル1ポイントにね交換することができないようになってるんですよね。これねかなりねびっくりしたわけなんですけども、 ANA マイル1マイルからピーチポイントね1ポイントには交換することができないっていった形になるんですよね。ですけども、こちらねキャンペーンが開始されておりまして、こちらのキャンペーン中である2020年の11月の10日まではですね、1マイル1ポイントでね交換することができるっていった感じになっております。正直ですね、フルサービスが受けられる ANA マイルをですねピーチのポイントに交換するとですね、11月の10日までは 100% でね交換することができるわけなんですけども、11月の10日以降はですね 90% の交換率っていう風になるわけなんですよね。この部分に関してはですねちょっとね残念だなっていう風に思っております。それではですね、次にピーチポイントにねついてなんですけども、こちらもねちょっとね注意が必要っていう風になっております。ANA マイルはねピーチのポイントに交換する場合なんですけども、こちらねピーチのポイントに交換するわけなんですけども、詳しくはですね e ギフトカードに交換してそれをポイントにね交換するっていった形になってるんですよね。したがってですね、この e ギフトカードに交換した後にですね、交換期限っていうのが存在して、この交換期限に関しては2021年の3月31日までっていう風になっております。またですね、交換された e ギフトカードに関しては2021年の4月の30日までにピーチポイントにね交換する必要があるっていった形になっております。でですね、この2021年の4月の30日までに e ギフトカードをですね交換しないと失効してしまうっていった形になっておりまして、でですね、この交換したピーチポイントもですね有効期限がありまして、発行からね180日以内っていう風になっております。それでは次に申し込みについての注意事項に関してなんですけども、 ANA マイルからね e ギフトカードに交換するわけなんですけども、交換が完了してからですね e ギフトをね利用できるまで7日ほどかかるっていった形になりますので、こちらね即時交換ではありませんので、この点もね注意していただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですね、ピーチポイントの利用先についてなんですけども、ピーチポイント自体はですね航空券とか、預け荷物、その他ね座席指導のオプション料金とか、それに付随するね税金とかに利用することができるっていった形になっております。またですね、利用する際に搭乗者にですねピーチポイントの保有者が含まれてないと利用することがねできないっていった感じになっております。またピーチポイントに関しては複数のねピーチポイントを利用する際も最大ね5つまでしかね同時利用することができないっていった形になっておりますので、こちらもね注意していただけたらなっていうふうに思います。それではですね、今まで聞いてですね、なかなかメリットみたいなのがね、わからないなって思う方ね、多いと思うんですけども、ANA マイルからですね、ピーチポイントに交換するメリットについてなんですけども、大きく分けてね、3つあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まず1つ目ですね、ピーチポイントで非常口座席や最前列のね、席もポイントでね、購入することができるっていう点ですね。こちらですね、ANA マイルだと、
まあ、この非常口座席であったりとか最前列の席っていうのは、まあ、上級会員の方がね、まあ、先に取っているっていう点もあって、まあ、利用することがねなかなか厳しいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらはですねピーチポイントでは利用することができるかなっていうふうに思います。それでは次にですね ANA でね利用できない奄美大島路線をね利用できるっていう点ですね。 ANA マイルをですねピーチポイントに交換するメリットとしてはこちらがね最大のメリットではないのかなっていうふうに思います。3つ目ですね、国際線のアクセスフライトとして利用することができるかなっていうふうに思います。これはですね今現在はねちょっとね海外に行くことはね利用できないっていうふうに思うわけなんですけども、こちらねまた利用することができるようになった時にですね羽田からインチョンもしくは上海などのね路線を利用する場合、まあ、深夜便になるっていうことがねありますので、まあ、行った先でですねアクセスフライトっていう感じでその先のね航空会社の乗り継ぎみたいな感じでね利用できるかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA マイルからピーチ航空のねポイント交換開始ということで解説させていただきましたけども、正直ですね ANA マイルからピーチ航空のねポイント交換に関してはですねここまでポイント交換のねレートが、まあ、キャンペーン中はですね1マイル1ポイントでね利用することができるのでまだいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、その先に関してはですね利用される方っていうのはねかなり限られるのではないのかなっていうふうに思っております。またですね今後 ANA のね便が運休になったりしてですねその代替がピーチ航空になった場合ですねこちらコードシェア便とかね付けられた場合 ANA マイルでね発券することが、まあ、できるかもしれないので、まあ、この点もですね、まあ、今後ねもし利用する方であればですね慎重にね利用してみていただきたいなというふうに思っております。またですね今回はまあ ANA マイルからピーチ航空のねポイント交換っていう話なんですけども、まあ、ANA マイル自体がですね特旅マイルキャンペーンっていう感じで少ないマイルで利用することができるっていった形になりますので、まあ、わざわざね同じ路線をピーチ航空にね乗る選択肢っていうのも、まあ、なかなか少ないかなっていうふうに思いますんで、まあ、交換レートですよね、こちらねもっとね高いとですね利用する方ねかなり増えるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、現状はですねちょっと厳しいかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。